メアリー・エリザベス・ハロック・グリーンは、ベイルート生まれの発明家、ピアニスト、ヌール・アサールと自ら命名した一種のビジュアル・ミュージックの発明家として知られる。1871年、オスマン帝国ベイルートに生まれ、父はサミュエル・ハロック、母はサラ・タベト。11歳の時、母親に、精神疾患の症状が現れ、兄弟と共に親戚や友人を頼って、 アメリカ合衆国に渡り、フラデルフィアで育つ。フィラデルフィア芸術大学でピアノを学び、さらにウィーンでテオドル・レシェティツキに支持。フラデルフィアに戻ると、医師のフランク・エル・グリーンウォルトと結婚。息子のクロフォード・グリーンウォルトは後に、科学技術者となり、デュポン社の社長を務めた。ご半生は、デラウェア州ウィルミントンで過ごした。1950年、フィラデルフィアで死去。 79歳だった。1920年3月、コロンビアレコードからショパン作曲24の前奏曲第20番、第7番、第4番、野奏曲第12番をリリースした。なお、この音源は2018年に日本で発売されたレシェティツキの弟子たち第一集に収録されている。メアリー・ハロック・グリーンと自作のカラーオルガン・サラベとアラビア語のヌルとアタールから ヌールアサール名付けられた。画家アレクサンダー・ウォレス・リミントンの発明したカラーミュージックとは異なり、特定の色と特定の音とを厳密に対応させず、演奏者の気分と能力に合わせて変えられるようにした。最初、メアリーは色のついた光をレコードと同期させる自動機械を作ろうとした。しかし満足な結果が得られず、結果として実際に コンサートで演奏可能な機械を制作した。このカラーオルガンは彼女の母の名前にちなんでサラベトと名付けられた。それに伴いさらに多くの発明をし、米国特許商標庁から9件の特許が認められた。しかし可変抵抗器のいくつかについてはゼネラルエレクトリックラスー社が特許権を侵害。メアリーは訴え、1934年に勝訴した。 サラベトはさらに1916年から1934年にかけて改良を重ねた。1946年にはナーエタルザ・ファイン・アート・オブ・ライト・カラー・プレイングという本を出版。彼女は最初期のダイレクトアニメーションの作家であったとマイケル・ベタンコートは指摘している。もっともそれは通常の映画ではなく、 サラベトの初期バージョンで干渉するために制作されたものと思われる。片板とエアゾールで幾何学模様をデビューしたこれらの作品は、連代の中小アニメに似たもので、現代のオーディオプレイヤーのビジュアライザーにも似ているかもしれない。ありがとうございます。